はいどうも、自信師です。どうも、マリサです。トンテキ大好きメカニトリです。今回はピピミトルが実装されたので見に行くと、なぜか大天使の断罪ステップアップ召喚も実装されてました。500ジェムで狙ってみます。浅はかな。いやしい。舌打ちよ。レインボーターウリエルギターどやさどやさ、どやさどやさ、最近引きがおかしい。遠隔だろ。ベルセルクコラボガチャでモズグズ様しか引けんかったナビゲイ。モズグズ様かいそう。やったぜ、ホクホクだな。マジで嬉しい5秒前。これでガブリエル引けたら大天使コンプリートだな。あー、ウリエル。君はどうしてそんなにウリエルなんだい？興奮しすぎて気が違うてますやん。ウリエル火炎エンハンス持ちだから火力やばいんだよ。しかも神の炎だとプレス消費しないからですね。D2 デュエルで大天使パーティーが一番苦手だからな。大体相手のターンが始まった時点で壊滅状態ですからね。ああ、もう満足や。でしょうね。仕方ないからピピミトルステップアップ召喚も一回だけ引いてやるか。めっちゃ生きってるやん。ロキか。ロキの思念融合早くしてくれませんかね、ウネイさん。ああ、ダメだったわ。ピピミトル試験やったわ。なのに顔は満足そう。ほんそれだぜ。はあ、ガチャって本当にいいものですね。もやもやとした心が、スーッと晴れていくような気がするよ。ガチャの効能やべえな。疲労がポン。ってやつですね。それじゃあ早速ウリウリを覚醒しに行かなきゃ。ウリウリ？もうあだ名がつけられてる。真の力を目覚めす。秘術は成功です。ウリウリ覚醒させたら一段と格好良くなったよね。思い込み怖い。暖かくなってきたから気が触れてんだろ。視聴者のみんなはもう断罪召喚は回したかな？よかったら結果教えてね。この動画が気に入った方は、チャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。Twitter アカウントは下の概要欄に貼っております。それじゃあ今後ともよろしく。よろしく哀愁。